15始まるよバイオ島、皆さんで観光していきましょう。ツアー開始。バイ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 。はい、相変わらずセルフでね、エコー音を出すというね、そういう仕様でございます。こういうのが編集とかでできればいいんだけどね。僕ね、なんか編集ソフトってたくさんあるの皆さんご存知です？なんかね、で、なんとかプロっていうのがなんかやっぱり YouTube 界隈で普通その活躍してらっしゃる何十万何百万何千万って登録者がいらっしゃる方々の中で、まあ主流になってるやつがあるんですけどね。僕ね、すっごいしょぼい、なんかそこら辺の情報とかあんまりね、よくよく調べないままで、こういうのが良くないんだと思うんですよね。僕のチャンネル登録とかが伸びないっていうのは、やっぱり、まあでも編集技術だけじゃなくって、やっぱりチャンネルが面白いか面白くないかっていうのが結局、なんか味噌なんだぜ、みたいなことね、言われたりとかもするんですけど、まあそれはもう甘んじてその通りでらっしゃいますんで、もう受け入れるしかないな、というふうに、いい反省でございますが、はい。そんなことを言いつつ、ね、そんな悲しい話をしつつですね、教科書だ売らないよ、うん、これはあとでね、お楽しみでボコボコにするためにやる。いつも食うならいいな。100万ペスト超えた、はい、ということなんでございますけど、あれちょっと待って、どこ向いてんのよあなた、どっちを、どこ向いてんのよ、どこ向いてんのよあなた。これさ、ちょっと待って、こっちの方見たらさ、死体がギリギリ、死体が見れない、ちょうど見れないポジションになってんのか、これ。なるほどね。でも、これでドーンってなってさ、無理かな。ある意味、これってオープンワールドだよね。うん、オープンワールドって言えばやっぱティアキンだけどさ、最近の入れてたらね。うん。まあ、ティアキンもなんかね、やってみたいな、なんかってかと思ったりするけど、やっぱ難しいっていう話なんかもよく聞くもんね。あ、だいぶ、あ、だいぶ。はい、はい。はい、おー、早い早い、やばいやばい、今完全にレオンに命中してたけどな。お前生きてんのかよ。どうなってるかどうかっていうと、まあ何かが起こってるんですよ。その何かっていうのは、内緒、秘密。よーい、楽しんでるとこ邪魔したか、ハニガンから戦闘ヘリのお届けだ。いや、本当にあれだね、なんかチャラいな。俺マイク、よろしくな。なんかちょっとチャラいキャラを演じてる時の藤原啓治さんみたいなノリがあってエモいな。いやー、藤原啓治さん、ほんと大好きな声優さんだったんですよね。やっぱ野原ひろしというね、もう最高のキャラをね、演じてくださったっていうのもあるんでね。いやー、ほんと若くして亡くなられましたけど、僕は藤原啓治さんは、僕、声優にも憧れてた時期があって、その浪人してるんですけど、もしね、二浪したら声優業界に行こうって決めてたんですよね。まあ、その専門学校に行って、あった、まだ来るのか。で、登ってくるのここだけなんだったらまあいいんじゃないかと思ったりするけど、これ大丈夫です。ほいほい。と、声優業界がなんかたまたまその住んでた家から2駅くらい隣のところにそういう声優学校みたいなのがあったんで、まあ、そこにですね、通って声優を目指そうかなとかって思ってた時期もあったんですけど、なんか僕の中ではやっぱりまあ超有名どころでいくと、やっぱ森川智之さんとかね、僕セフィロスとかめちゃくちゃ好きで、セフィロスのキャラとかね、他、そう、そんなんがね、あったりとかしてましたけどね、はい。で、何の話したんだっけ、もともと。なんだ、君が打ってくれたのか。てっきり僕はこれがダカダカ打ち始めたのかと思って、非常に心配になった。誰かが、ね、ガトリングガンをね、乗っ取っちゃったのかと思って。この先は俺に任せろ。じゃあお願いします。休憩してな。お楽しみはその後だ。じゃあここゆっくりとチラッと、後ろから来られてたら困るんだけど、やばいやばい、痛い、全然休憩できてなーい。うへ、おい、休憩させてよ。全然あれじゃん、あれ全然休憩できる気がしないよ。ありがとうございます。ちょっと待って、撃たれてるのにさ、俺のミサイルちゃん最高。女の子だったのか。そうか、あんだけ危ないから、ちょっと僕はてっきりそのミサイルにはチンチンが生えてるものだと思ってたよ。じゃあこっちの方進んでいきましょうか。で、なんかめっちゃ降りてきてる、から。なんだ、始末してくれてる。腕吹っ飛んでるのにこいつら平気なんだよな。すごいよね、ほんと。あっち。ね。そうだ。あれだ、オープンワールドだからティアキンの話をしてたのにすっかりそこら辺忘れちゃってんのよ。そう、なんかほら、前のパートでも話したけどさ、5月12日に発売してからさ、ティアキンの話とかがすごくてさ、ね、ここら辺をね、ちょっとピーン、あれ、無理なんだ。
まだ無理なんだ。そう、あいつはやべえっていうことだけで済ませられてるっていうのがすごいよね。うん、よし、じゃあもうあの早速戻ってきていただきましょう。はい、終わり。対空砲は黙らせたぞ。ありがとよってね。ああ、まあ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 、まあ、はい、じゃあちょっと面倒くさいことはさっさと済ませたい派なのでございますので、はい、こっちの方進んでいきましょうか。これ中入れたんだっけ。でもこっちのこれ確か猪之助かなんかが出てきたよね。まあとりあえずあいつは黙らせておいて、え、あれこっちって来るっけ。あれ黙らせるぞとか言っておきながら全然あれだね、動いてない。あっち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 、あれどっからどっから、あっこから、あ、なんだなんだ、ただの一色のレーザービーム、レーザービームレー、え、なんかすごい声が近いんだけど、あっち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 、声は近いけどどっから投げてきてるのかがわかんない。上下右左斜め上、オープンワールドの話が全然できない。ちょっとなんかブレスオブオーザーワイルドがさ2018年とかだっけ、なんかすごいバズったじゃないですか。で、あ、いけねえな、そっか、いけなかった。そういえば気づいちゃった。あー、そっちからか、なるほどね。はいはいはい、ねえ、あの多分無駄弾を打ちすぎてるせいで、あ、飛び込み方がすごい斬新だった。うん、無駄弾を打ちすぎてるせいで、あの新しいとこ行った時に弾が切れちまったとかっていうことになっちゃうみたいな。そこら辺ちょっと、ね、もっと考えていただかないとダメですよね。アイバーエース、ええああ、違うな、あそこじゃないな、もう一個上か。まあ、とりあえずいいや、途中す、あー、なんか来てる来てる。あれ猪之助って出てこなかったっけ。あの、ごめん、僕、猪之助とかってさ、言うけどさ、猪之助とかって、あの、毎回さ、あの、イノシシ頭が出てくるために言ってんだけど、僕ね、秘密の刃、あの、1話も読んだことがないから、分かってないんですよね。悪いな、なんとか炭治郎だっけ、かまど炭治郎だ。で、なんか、煉獄さんっていうキャラが、なんだっけ、無限列車編だっけ、で死ぬんだっけ、よいしょー、これって死亡、あ、死亡率 100% だと思ったらまだ生きてた、元気に死んでおります。で、あ、上の方からで、これでどうなる、生きてんのかーい、ほい、背中、ちょっと待って、背中にボウガン抱えてたら普通に刺さってお亡くなりになるんじゃねえか。あ、ちょっと待って、あ、やっぱ優しいのか、猪之助、あ、ちょっと待って、あの、すで、なんか、気づかないうちに発狂してるやつがいると。あ、起き上がり方がもうあれだな、ランデブーになってんだ。そう。まあ、そんな感じでね、だから、オープンワールドでブレスオブザワイルドの話がしたいのに、全然出てこないって。まあ、でもまあまあ、僕あの、ブレスオブザワイルドも、あの、ティアオブザキングダムだっけ、もうやったことがないからね、あの、偉そうなことというか、あの、そこら辺で語ることとか何もないんだけど、やっぱゴロンシティとかさ、あのハイラル城とかそこら辺のね話が出てきたらすげえエモいなっていうのをね、あの勝手に思った次第っていう、そういう話がしたかっただけですよ。で、なんかだいぶ難しいらしいですね、ティアキンって。うん、なんかあのブレスオブザワイルドがあたかもそのチュートリアルじゃないかっていうくらいそのレベルの差が結構あって、なんかあの高難易度じゃないけど、結構その熟練した人たちでもなんかすごいやりごたえを感じるゲームになってて面白いみたいなことをね話を聞いたりとかするんですけどね。まあ、僕自身はね、あの時のオカリナのね、ゼルダっていうか、まあ一応ね、その後のムジラの仮面はまあパラレルワールドだからあんまりあれなのかもしれないけど、ほいほいほい、おりゃーおねんねタイム、ほいほい、あ、やばい、燃えろ、お前燃えねえのかよ。で、やばいやばい。あの、ロケットランチュー。よいしょ。でも結構あれだよね。あの、ゼルダの歴史ってさ、なんかまあいろいろ解説動画とかさ、公式から発表されてるのとかもいろいろあったりとかするけど、あの、やっぱ時のオカリナが結構分岐点になってるらしいですね。その、あの、ガノンドロフを封じ込めることに成功した世界線と、なんだ、あ、ボタン間違えた。R じゃなくて、あの、今の、マウスの、あるボタンを押したら、なんか、急に来ると思った。そう。あの、なんか、ガノンドルフを封じ込めることに成功した世界線と、封じ込めることに失敗した世界線と、みたいな、なんか、そんなんでいろいろ分かれてるらしいですね。うん。風のタクトってどっちだったんだっけ？封じ込める失敗した世界線だったっけ？うん、バイオハザードしながらね、何の話してんだって。まあ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 、そういうこともあるよ。でもこれ大丈夫？あの、カプコン、バイオサス、ニンテンドーみたいなことにならないかな。そうなったとしたら、本当に心の底から、でも先生でした。
で、ここで行こうと思ったら、もうすでに構えてるやつがいるから、先手を、先手必勝。お前のガトリングよりも俺のガトリングの方が早い。ははははは。どうだ、参ったか。で、上から、あ、でもここはさすがに猪之助来るよね。ここで猪之助来なかったら、さすがに。よいしょ。さすがに猪之助来るよね。うん。よいしょ。じゃなかったらだいぶぬるゲーになるもんね。よいしょ。じゃあ、なんかいるけど。あーなんだ、生えてくるの虫焼き。あー、お気持ちすっげーわかります。俺も虫嫌いとか。なんだ、首からいろいろ生えただけか。はいはいはい。いやー、やっぱ難易度が低いとあれっすね。お、お手手がないってやつ来たら。あーなんだなんだ、発狂症としてのカゴの野郎。やらせに行く、やらせに行く。あー誰にも寄生することができないまま、あーお首が頭から生えてきたら、え、逆いろいろともあのテンパって日本語が喋れながら、あーなんかチドン、あれあれ、ほいほいほい、オッケー、解けた。よし、じゃあ戻りましょうかね。まあね、もうなんかね、いろいろとね、ベラベラ喋りすぎたかせいでね、もう本当に喉がカラッカラのペキペキになってきてしまってるんで、本当にもう許して死んぜようってこと、許して死んぜようって、なんで俺が許して死ん、あれ、いろいろとアイテムを取り忘れている、これもしかして。あ、いろいろアイテム取り忘れてるね。戻る、戻ろう。よし、じゃあ、とりあえずここからつけてしまってから戻ろう。シャッキャー！昔なんかそういうゲームあったよね。あの、プレステかなんかでも発売してたけど、よく100円のゲームとかでね、友達とやったりとかしたけどね。うん。あれ、難しくて最後まで行くことできないんだよ。ラスボスもよくわかんない宇宙人が急に出てきて、この世界観一体どうなってんだよってね。まあ、主人公がゾンビになっても銃が撃てるっていうね。あ、やばい。豚出てきた。あ、豚いるな。で、どっかからなんかパコパコパコって出てきたやつだな。あ、次や。あ、お豚ちゃんがいる。お豚ちゃんはまずドーン。勝負だ。あいてーよいしょ。あ、やばい。弓矢、そんな距離で弓矢を飛ばしたら、ダメですよっと。オッケー。スン、スン。あ、もう一回。あ、あ、そんなことができるんだ。意識朦朧としたら。え、あ、ちょっと待って、生きてる。あ、どうした。あーなるほどね。でも替えが1個しかないってことは、これ全部打ち尽くさせたとしたら一体どうなるのかっていうことが気になるよね。やってみようかな。でもそんな替えるシーンとかあるのかな。実はあの替え玉を用意している振りだけしてて無限に打てるんですっていう、なんかそういうね、ちょっと実は罠があったりとかもするかもしれないけどね。まあ、そんなこんなでこっち向かっていったら、あれ、ちょっと待って、レオンさん、あなたは武器どこやったの。はい、ナイフお持ち。まあナイフだけでもせめて持っといた方がいいんじゃないかっていうのも思ったりするけど、これペキーって開けると、あーなんか急に取り出してきたよ。どこにあなたそれ仕込んでたんだろうね。で、これがオープンセサミンすると多分新しい敵が、あ、間違えた。アイエスターって言ってるけど、アイエスターはあっちでスター、はい、進ませませんよ。あ、でもな、あそこで倒られるとね、困るんだよね。お金がおっかねえで取れなくなっちまうからな。違うよ。お金取りに行く？あ、違うな。あれ？こっちは、これ登ってくるところだ。あれ？あー、こっちか。てで、これ多分戻ってきたら実は敵がしれっと現れたっていうの。なんかあの、よくわかんないロックかかるボタンが出てきたかもしんないけど、まあそんなことはきっと気のせいでしょうということで、許してちょんまげ、雨あられということで、こっち？お宝物は？あれ？違うな。こっち、ああ、じゃあ、ああ、上側か。はいはいはい。じゃあ、こっち進んでいかなきゃいけないね。なんかもういろいろと鉢めんどくさくなってしまっているので、こっち行って、ドーン。あ、違うわ。こっちなんだ。下の方だった。こんなところにね、お金、あの、宝物仕込んどくんじゃないわよ。ところでですよね。はい。じゃあ、こっち進んでいきやしょう。ファッションショー。で、なんか待って。でもやっぱりあれだよね、最後の砦っていうこともあって、ガッチガチに固めてるなっていう感じがするよね。うん。これがこう、こうポンと、軽くポンと飛び越えられるようになってるっていうのが、やっぱり結構その、バイオ RE4 になった仕様の変化っていうところかもしれないね。だって、普通さ、あった、あ、違う、めんどくせえよ、向こう側行かなきゃいけない。うん。バイオ4って結構ね、
動きに制限があったりとかもしたもんね。まだそこら辺の柔軟性っていうのはね。であとやっぱり RE2、RE3 と違ってレオンの動きが少し速くなってくれてるっていうのもありがたい。でこれが 8% 上がると一体どうなるのかっていうのを早くあのセミオートショットガンのチャームをつけることによって体感をしたいんだけれども、もう何十個何百個ってチャームを出したところでね、もう一向にそれが出てきてくれないっていうのがもう本当になんかもうガチャ要素があって辛いねーってことでございますね。あれここでアイテムの取り忘れ等々は大丈夫かな。あ遺跡に戻りたい、あショートナイフ戻りたい、でもそんなことは許されないということなので、じゃあもうとりあえず仕方ないから進んでいこうか。でまあ収録の時間の都合もあったりとかするので、あの例のあれですね、あのムニュムニュパークのところまで進んでいったらあの区切りにしたいかなというふうに思っています。はい、ということなので、とりあえず敵追加されてる、いる、ちょっと黙ってみよう、いないね。音楽だけがひたすらかっこいいということだったので、イノスケ、イノスケをこれデュー、ああダメだ、完全に死後硬直が始まってしまっている様子ですね。はい、じゃあ進んでまいりましょう、ましょうということで、まあこっちの方進んでいくとですね、まあいろいろとあったりするんですけれども、まあ何が待ち受けているかというと、お宝物がないんでございますね。お宝物がどっかにあれば嬉しいななんて思ったりするんですけれども、まあとりあえずあの、今からですね、残念ながらあのチャラマイがあのもう乗ってけ、乗ってこうかなと思ったんですけど、乗ってってね、どこに行く、本当ですか、いい店があるんですね、それはありがたいですね。ところであの君なんで当たり判定がないのか教えていただけないでしょうか。おかしいな、おかしいな。でこれでズーってなるんですけど、でもさ乗ってけ連れてってやるよって言うけど、本当にどこ連れていく気だったの。アシュリーも回収できてないの、勝手に連れてかれてもさ困るだけなんですけどっていうところなんですね。まあ、そんなことも忘れて、実はアシュリーさんがね、あのアシュリーちゃんをあのミサイルでぶっ飛ばしながらこうやっていこうかなって実は思ってたのかなって思うと、あの、ミッション大失敗ってそういうオチになるんですけど、大丈夫かな、あくそーってね、うん大丈夫かな、そういうことでございますね。はい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 、ということでございます。まあね、まさかここまでね、本当に、ね、虫が嫌いな僕からするとね、なんで彼にね、あの、ね、虫をね、そんなにやるのかっていうものかもしれないですけどね、はい。まあ残念でございますね。はい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 。ということでございます。じゃあ、一旦なんかあの、ボルテモートが出てきたんですけれども、どうしよう。こいつらをどうやって倒そうか。もう、非常にめんどくさいので。どう、はい、終わり。まだいるよー、めんどくせー、あっ、あって、あって、お前、そんなこと、お前、そんなことする、そんなことするのか。接近戦ではこいつの方が早いぜ。メリーおりゃーおりゃー。でも、あの、まさかのさ、その、噛みつくとか切り裂くとかじゃなくてさ、普通に加速したパンチなんだよね。あの、なんだっけ、ポケモンでいうとこのマッハパンチ芝居って言ってるだけっていうね、ちょっと非常に面白いことになってるんですよね。さあ、ということで、アダムサドラを見に行こうか。あれ、ここだったっけ、アダムサドラ出てくるの。アダムサドラじゃないか。で、こっちの方にあったあった。チェン。チェンさん。で、キーナンサドラ。何代目なんだろうな、本当に。ちょっと、家康から慶喜まで覚えていかなきゃみたいな。覚えていかなきゃいけないみたいな、そんな感じかもしれないけど、多分あの初代が使ってたロットがあの思考のロットと違ってなんだろうね。でもそれがなんかあの宝物として売れるって。でもあのお返しボーってサドラーにさ最後さ杖ぶっ刺すじゃないですか。あれもしさ売れたとしたらいくらくらいなのかな。よいしょ、失礼。ちょっとあのよそ見をしてました。よそ見をしているうちになんかしれっと登ってきちゃったよねってことで、じゃあここ登ります。でここら辺のさ、そのなんかプラントっていうのかな、よくわかんないけどさ、こういうのとかも全然あれだよね、あのここの場面では出てきてないからさ、まあ、果たして一体どうなるのかっていうところなんですけどね。まあ映画編でね、いろいろと伏線が回収されていく部分もあるのかなと思ったりなんたりしたりして、ギリギリがけあったよ。ほい、でラストがあっちの方で、あれ当たる？当たる気がしないんだけど大丈夫？当たる気がしないねこれね。当たる気がしねえな。よいしょ、よいしょ。じゃあちょっとキューティクルをしっかりと締めて、あ当たった、オッケー、オッケー。
じゃあオープンセサミー。あれあれあ、ああもう中に入って進んでいくところだったのか。そっか。あ、了解でございます。じゃあとりあえず一旦じゃあここで終了とさせていただきたいというふうに思います。ちょっと収録したら連続撮りで撮らせてもらおうかなと思うんですけど、ここから先まあ一つの区切りみたいなところになりますんで、一旦ここで終わりにさせていただきます。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。バイナラ。